ブライアン・ジョーンズはですね、はい、まあ初期のストーンズのね、まあ言ってみればバンドリーダーみたいな人だったんだけれども、まあ亡くなっちゃったわけなんですけどね、はい、なんだか知らないけどすごく心に残っててね、どういうギター弾いてんだとかどういう歌を歌ってんだってことあんまりはっきり分かんないんだけど、存在自体がなんか存在感があってずっとこだわったんですよ。本当に不思議な人ですよね。不思議なパワーを持った人で、周りではみんなあのクール J って言ったらしいね。クール J って、あブライアン・ジョーンズの J、うん、変な人だったね、あの人。なんかいち早くなんかしたりやったりとか、ジョージ・ハリソンとかよりも全然早くやってたんですよね。やってましたね、うん、子供の頃よりも大人になってからの方が割とストーンズにだん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 もっと興味を持つようになって、いろんな本読んだりとか知っていく、いけばいくほどブライアン・ジョーンズってこの人あんまりこうはっきりこれってわからないんですよね。でもあれだけミック・ジャガーだとかキースとかみんなに影響を与えた、一番こうそのファッション的にもかもしれないけど音楽的にもリーダーだったのかな、うん。まあ、とにかくあの人はブルースがすごく好きだったらしくて、うん、でもミック・ジャガーとキース・リチャードがいわゆるコマーシャルな、うん、サティスファクションみたいなものをの方向を向いたんで辞めたって話らしいんですけどね、うん、そういう人なんだね。ねえ、そうですよね、うん、若い頃理想的、理想としてたんだけど日常的になったから、うん、なんかこう今やその音楽が僕を生かしてくれてるっていう感じかな、うん、いろんな意味で。とりあえず音楽やってる時楽しいんで。楽しそうです、うん、ということはじゃあ鎌谷さんは音楽とは、音楽とはなんだろう、肉体も魂も生かしてくれてるって感じ、ビタミン剤みたいな、なんつったらいいかな、わかんないな、源空気みたいなのないともうダメかもしれない。一番怖いのは自分がそういう音楽に対しての好奇心が自分がなくなっちゃうのが一番怖い、ね、うん、そしたら やめざるを得ないでしょ。うん、でも好奇心は、音楽は何かありますね、ずっとありそうですね。そうなんです、僕もありそうだし。いや本当ステージングかっこよかったです。いやもうね、それどころじゃないそれどころじゃない。
番組からムッシュ釜谷さんのサイン入り T シャツとタオルをプレゼントします。応募詳しい情報は番組ホームページにて。次回のゲストは藤井フミヤさん、ご期待ください。